皆さんこんにちは。こんにちは。ギフアーガスの熊谷です。北村です。はい、始まった、ね、初めての YouTube 動画ということで。初めまして。初めましてですね。まあこれまでもあのジャックインザレッドの中ではインスタライブの模様が流れてるんですけど、はい、こうやってあの YouTube のために撮るのは初めて。初めてです。記念すべき第1回。第1回目は、はい、ダブレットのご紹介ですね。はい、ダブレット2021春夏ついに始まりましたということで、まあ、今回新作を紹介していこうかなと思います。今回立ち上げがいつも以上にちょっとボリュームあって、はい、なんか楽しいですよね。はい、僕らもめちゃくちゃワクワクしてます、はい、ということで、まあ、今回のシーズンテーマなんですけども、何でもない日のお祝いというのがシーズンテーマとしてあります、まあ、なのでちょっとプレゼントを連想させるような、まあ、クマとか、まあ、花束とかそういったものが、まあ、いろんなアイテムにデザインとして、まあ、落とし込まれています。本当にいろいろあっておすすめしたいのはたくさんあるんですけども、まあ、中でも、まあ、私熊谷が皆さんにおすすめしたいアイテムを一着今日はご紹介したいと思います、はい、他のアイテムの情報に関しては、まあ、ジャックインザネットのウェブマガジンだったりとか、まあ、アーガスのインスタグラムだったりとかでご紹介してますので、まあ、そちらも見ていただけたらなと思います。ぜひぜひ、はい、僕の一押しなんですけども、はい、来てます。スタッフ様らが着用しております、はい、こちらも僕の一押しの、まあ、カーディガンですね、はい、まあ、カーディガンというとダブレット前シーズン、まあ、そのさらに前のシーズンと結構継続的に作っている最近定番となっているアイテムなんですけども、まあ、全く前シーズンこれまでのシーズンとも全く違った表情がある、そんなカーディガンでございます。まあ、個人的にいいなと思ったのがやっぱこの目を引くような赤ですね、はい、まず色、やっぱプレゼントというと僕は赤を連想してしまうので、まあ、そういった意味でも今シーズンらしいこの色味かなと思いました。生地もすごいいいですよね。コットンですね、はい、なんかあのパイルみたいな素材感というか、そうですね、ちょっと起毛がかった、はい、すごい柔らかくて着やすいですね。なので本当に見た目以上にチクチク感もないと思います、はい、全くかいぐらい、さらっとカットソーぐらい、はい、その着心地もやっぱりすごい大事なポイントだと思うので、そこがすごいいいなと思いました。でやっぱりこのデザインですよね。一見ボロボロに見えるこのデザインなんですけども、まあ、穴が開いていたりとか、はい、まあ、あと裾の部分ですね、裾がこのほつれたようになっているんですけども、まあ、これ実際にほつれていたりとか穴開いているわけではなくて、まあ、編み方をこう工夫して、まあ、ほつれているように見せているそういう感じで作られているんですね。なので実際にほつれることもないのでその辺は安心してください、はい、でまあ、皆さんも多分ずっと突っ込みだけでしょうがなかったポイントだと思うんですけども、まあ、このバラ、はい、まあ、これがやっぱり一番のおすすめポイントです、はい、これもポケットにバラが入っているように見せかけて実際はコサージュのように、まあ、ここにポケットの上部分につけてありますね、はい、コサージュっていうと大体胸の位置とかに来ると思うので、まあ、この位置が変わるだけでかなり見え方も変わって個人的にすごい面白いなと思うポイントです、まあ、実際に花束をプレゼントすることはできないんですけども、まあ、そこの辺のユーモアもすごい面白いなと思って個人的にすごい惹かれました。ちょっと僕のことを知ってる人が見てると似合ってねえぞっていう声が聞こえてきそうですけどでもまあこれ一応僕が身長165で体重が58キロぐらいなんですけど、まあ、それで M サイズ着用して、まあ、全然いいんじゃないかなっていうサイズ感で、これを例えばこの後ちょっと画像でも紹介するんですけど、熊谷が来ても熊谷が来てもちょうどいいぐらいに着れる、まあいろんな身長体重に対応するシルエットになっております、はい、なので本当に男性だけでもなく女性の方にもぜひ着ていただきたいなと思うアイテムですね。カップルでシェアしてもいいですよね。そうですね、よくありますけど、はい、2人で兼用して使っていただくのもいいと思います。まあ、赤ということでかなり
着こなすのが難しいなと思う方もいると思うんですけども、まあ、案外合わせる色とかも多くあるので、まあ、この後の動画で、まあ、新作のアイテムと合わせてスタイリングをご紹介したいと思います。それではどうぞ。